前半はまあ、昼間のものなんですけれども緊張感とリラックス感っていうもののバランスをすごく考えて作った一連なんですね。あと夜のものに関しましては今回、まあ、星の柄が多かったと思うんですけれども、なんかまあ、王子様をちょっと平和のシンボルみたいなことに見立てて、それと同時にちょっとこうキラキラっときらめくような素材というものを随所に使いまして、のワンピースなんかもベースはジャージーなんですね、はい、プリントのジャージーなんですけれども、それと全く同じ柄 の, シルクのシフォンを重ねてるんです、はい、その一着の洋服からそうやってすごくこうプラクティカルな部分とそのシフォンがこう奏でるこうすごく優しい部分とっていうものがこう合体しているような、ですからすごくこうライダースっていうとすごくハードなイメージがあるんだけれども、ものすごく着心地が良くて、はい、それでそのボンディングの素材っていうのはすごく新素材なんですね。ですからそういうものでこう今まで出せなかったラインを出すっていうような。でこのイブニングドレスも例えばすごくスレンダーでこうピタッとしてる感じなんですけれども、これもストレッチ素材なんですね。前回はこう青空からこう雲からっていうような流れだったんですけど、なんかそれが今度夜になって夜空を見上げてっていう部分はありますね、はい、今までだったら絶対選ばれないような人たちがリーダーに選ばれたりとか、そういうことがあって、なんかすごくこういろんなことがごちゃごちゃ起きてる感じがするんですけれども、でも本当になんか空を見上げてみたら、そんなごちゃごちゃしたことって、府中のスケールで言ったらもう本当につまらないことで、やっぱり人はみんな平等で、なんかそのみんなが平等にこう与えられてるものがあって、なんか人が人を支配するっていうことはできないんじゃないのかなっていうのはすごく思うようになって、そうですね、やっぱり平和な世の中がね本当に地球に住んでる私たち全員の願いだと思いますので、はい、ありがとうございます。